どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。式神を持ってる人に言いたいです。ネレキティが今、めちゃくちゃやばいです。ちょっと、実際にもうね、説明する前に多分見てもらった方が早いんで、ちょっとこちらご覧ください。軽く注目ね。リダフレ裏カンスと、式神種属性カンスと、副属性中国出ます。は？はなんですけど、これマジで。今日はね、このヤバすぎる式神とネレキティについて解説していこうと思います。で、もうこれ先に言っておきます。式神を2体確保できた人、ガンコラでね。1体の場合は別に気にする必要はありませんが、2体確保できた人。正直、ネレキティ、1体は持っておいてほしいと僕は思ってます。正直。あのね、なんでじゃあネレキティが強かった話からまずしていきますね。ネレキティって20ターン変身のスキブ2個持ちキャラなんですね。で、変身後が10強4つの火力を出せて、リーダースキル見てほしいんだけど、闇の HP と攻撃力が4倍指3秒延長、闇6個消しで攻撃力が3倍2コンボ加算持ってるんですね。で、これ、闇の6消しをするだけで攻撃力が12倍出るんですよ。そう。で、闇の6消しを2セット組んであげるだけで倍率が36倍出るんですよ。36倍。これ、36倍って結構高い数値で、リダフレの場合、1296倍出るんですね。で、しかも8コンボ加算入るんですね。で、式神、式神って2コンボじゃないですか。そう、勝手に10コンボ入るんですよ。で、その時点でも強いのに、この式神とネレキティのやばいところが、まずネレキティが裏勘確定してるんで、基本的に42億絶対に出してくれるところ。で、さらに式神に関してもしっかり1296倍を利用して、副属性まで火力を出せるわけですね。そう。カンストがめちゃめちゃしやすいわけですよ。つまり、このネレキティと式神2体だけで極限を破壊できるぐらいには強いわけですね。で、今回使う編成、こんな感じになります。はい、こちらの編成ですね。今、PDC 出てると思います。まあ、ちょっと早速ね、この編成で極連周回していこうと思います。今回、アシストね、2パターン用意してあります。まあ、これが1パターン目。もうめちゃめちゃね、極連を破壊できる編成で、リダフレスキルブースト武器。で、ゾロ武器もしくはフェイタン武器つけてあげて、2体目に50倍化強化武器、なんでも OK です。好きな50倍化強化武器。で、あとはスキブ9の枠ですね。スキブ9なら何でも OK で、アシストにスキブプラス2ターンヘイストの武器をつけてあげれば OK って感じになります。まあ、実際にスキブバッチでね、やっていこうと思います。行きましょう。まずこれが1パターン目の編成。だから、式神持ってる人は、マジでこのネレキティを確保してほしくて、これね、ちょっと取っておかないと、少しだけもったいないかなって感じです。あのね、めちゃくちゃ優先度高いわけじゃなくて、僕評価も確か A ランクぐらいにして、A プラスランクぐらいにしてたかな ?A か A プラスぐらいにしてたと思うんだけど、断じて必須級ってわけじゃないんだよ。ただ、式神2体確保できてる人に関しては、ちょっとこの破壊周回編成が組めるので、まあ、実際極連周回行っても今の環境ほぼする意味がないので、ね、強連回ってほしいんで正直。ただ、それこそ強連の周回とかでもなんなら使えそうなんだよな。使えないかな。使えそうなんだけど。だからね、かなり使い勝手はいいキャラだと思うの。で、なんかでもどうしても式神って HP が1になってしまうから、使える周回場所っていうのは限られてはくるんだけど、それこそこの火力っていうのは間違いなく何かしら生かす方法はあると思うから、そう、めちゃめちゃ優秀だと思います。で、ここもまたね、ずらしてあげて、全部ひたすらネレキティや裏カンスと、式神の副属性も高火力出してくれるんで、こんな感じで破壊ができます。さあ続きまして6階層ですね。同じく6階層も式神打ってあげてずらし、ひたすらこれで OK。ひたすら式神をずらしてあげるだけで、またしても式神がカンスト。ネレキティに関してはカンスト確定してるからね、もう文句なしですね。でちなみにこれは周回編成なんで、別にネレキティのアシストは打ちませんけど、一応ネレキティ打ってあげ、ごめん、ネレキティのアシストじゃないね。ネレキティは打ちませんけど、一応ネレキティ打ってあげると、さらに3条具出せたりとか、吸収無効対策もできたりとか、非常に強いところもあります。まあ、ただ今回は周回編成なんで打ちません。ネレキティはあくまで。もう全てずらして完結する火力になっております。はい。っていう感じで周回ができる編成になってて、めちゃくちゃ強くない？はい。で、9階層ですね。ここも式神打ってあげてずらし。はい。で、こいつが実は一番硬いんですけど、国連では。当然こいつもワンパンできます。はい。で、10階層です。ここも式神打ってあげてずらし。で、ボスに関してはですね、キラーが乗るんで勝手に倒せます。はい。読みだけでね、ちょっと硬いんですけど、読みに関してもしっかり調整されていますので、この編成の場合は。はい、このまま突破してあげてください。これだけで極連周回が完結します。マジやばいよな。これだけで倒しきれちゃうの、ほんとやばいよね。これで極連収穫ができて、当然育成役ありで収穫ができます。はい。
で、まあ一瞬のタイム自体は、まあタイムは別にね、カイラとかに比べるとそんな早いわけじゃないのであれですけど、まあ、2分18秒とかで周回はできます。まあ、もちろんね、極楽なんてカイラのループ組んでる人はね、それで周回できるんですけど、周回編成あんまり組めてないなんて人に関しては、こういうね、ネレと式組を組み合わせた編成でも周回できるんでおすすめになってます。で、もう一パターン一応編成がありまして、よいしょ。ちょっとそちらもね、紹介していこうと思います。はい。さあ、ということで、もう一パターンですね。もう一パターンは、片栗と式紙を使った編成になります。PDC、こんな感じでやってん。こちらですね。これでもめっちゃ簡単に周回できます。あ、ちなみに立ち回りはもう書いてませんよ。ほんと、式紙ループするのと、それで10連ガチャだら打つだけなんで、早速やっていきましょう。まずは1階層です。で、この編成の場合、必ずちょっとだけね、1回式紙空打ち必要になります。式紙からの、10連からの、式紙打ってあげて、ネレキティ変身からの、殴っていきましょう。これがちょっと必要になります。めんどくさいけどね。これで10コンボ組んで殴っていきます。はい。OK。で、またここからひたすら式紙ループです。はい。単純にアシスト変わっただけなんで立ち回りも全く変わりませんが、こっちの場合はね、シンプルにキラー火力なんで、まあ、普通に極連向けの編成って感じ。で、地味にこの式紙の副属性をね、闇属性、変化、覚醒だったっけ なんだっけこれ。副属性変化闇だったっけ名前忘れたわ。に変えてあげてるんで、式紙の火力は地味にめっちゃ上がってます。はい。普通に、この編成は単純にあれですね。50% 以下強化2個持ち武器、ゾロとか、フェイタンとかを持っていない人向けの編成になります。はい。持ってなくても、片栗と式紙がいれば、いけます。まあ、ただ、片栗と式紙結構編成難易度高いと思うんで、組めるかどうかは正直別だけど、まあ、一応こういうパターンもあるよっていう感じで紹介はしておきます。もしかしたらね、式紙3体確保してるのに、ね、ゾロ持ってないよって人はいるかもしれないんで。絶対いないと思うけど。どんな状況やねん。はい、これで倒していきます。7階層、ここもひたすら式紙ループ。マジで何も考えず式紙打つだけなんで、超楽勝。超楽勝？超楽チン。まあ、強いてなら、最初に闇トロップが繋がってないかどうか注意するぐらいかな、本当に。ネレキティは。で、まあ、攻略に関しても弱くはないけど、攻略的にはちょっと微妙かな。そんな別にわざわざメリットも使う必要もないかなっていうのは正直なところ。まあ、どちらかといえばやっぱり周回の方がネレキティは強いかなって感じです。はい。で、9階層も式紙打ってあげて倒していきます。はい、これで突破。で、10階層です。同じく式紙打ってあげて、ぶっ倒していきましょう。はい。で、ラスト、式紙打ちます。はい、これで倒していきましょう。マジで、マジで楽だね。はい。さあ、で、これで、しょ。2分21秒か。まあ、タイマーは別にただ最初にスキル打ってるかどうかだけの違いなんで、ほぼほぼ変化はないですね。っていう感じで周回ができます。まあ、もうこれ見てもらえればわかるんだけど、マジで周回性能高くて、ネレキティと式紙の相性っていうのは。もしね、式紙2枚確保した人っていうのは、まあ、せっかくならネレキティも1枚持っておけると、結構周回変数の幅は広がると思うんで、ぜひね、チェックしておいてもらえればなと思います。はい。まあ、ちなみにサンリオ最低化コースの動画とかに関しては、まあ、今日の夜ぐらいに上げれればなと思ってるんで、そちらの方もぜひチェックしてみてください。ということで、今回の動画も終わりになります。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。